教えてマチカドフィーチャー。こんにちは、田口千恵子です。今回のマチカドティーチャーは名張歴史読書会会長高見正蔵さんです。高見さん、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。高見正蔵です。今回も名張歴史読書会会長高見正蔵さんに名張伊賀の歴史スポットについて伺っていきます。それでは名張伊賀歴史ワンダーランドスタートです。さあ、今回はですね、前回3月の放送の続きということなんですけれども、前回は大天の皇子が壬申の乱から持統天皇伊勢行幸まで名張を通った人のお話を伺いました。そうですね、はい、この今夏見拝寺にね我々いるんですけれども、前回はこの奥にある、夏見拝寺跡、まさにそのものからお届けしまして、今回はこの夏見拝寺展示館の入り口にちょっと場所をお借りしてお届けしていきたいと思います。はい、高見さん、ちょっと前回の話、はい、振り返るところからいきましょうか。はい、前回ですね、672年に壬申の乱がありまして、はい、大天の、王子がですね6月24日吉野を出発するんですね、うん、で名張川を夜に渡るんです、はい、でこの時占いをして大天軍が勝利すると出るんですね、はい、大天軍はそして完全に勝利して凱旋してきて名張をこの通過するときに名張で一泊するんですね、はいはい、そう、名張で一泊しただろうけれども、どこで泊まったかは分からないっていうお話でした ね。でその後天武天皇に、なってですね、はい、で我が子の、大久野姫皇子を西洋として名張を受け入れして、伊勢に赴くんですね、はい、で天武、14年天武天皇が今度病気になって、その赤緑元年にですね、病気併癒のために伊勢にその関係者、滝内皇女とか、うん、山城の姫とか石川夫人たちをこう病気併癒のために生かすんですね。神様にお祈りしに、はい、はい、約、2週間弱なんですが、でこの滝内皇女っていうのが後滝内親王で、倉持にですね80丁の電波を持っていたんですね。80丁の電波田、電波田を持っていたと記録されています。あ、じゃあ名張にゆかりのある方なんですね。そうです。倉持どのあたりですか？ちょうど倉持の春日神社あたりから、165にかかるところまで結構広い範囲でありますね。はい、はい、そしてその天武天皇が亡くなった、はい、それから大津の、大津の皇子がですね、伊勢にいる大久野姫皇子にお姉さんに会いに行くんですね、うん、でその時、直ちに帰るんですが、大久野姫皇子の歌を前回紹介したんですね、はい、我が世子を大和へやるとさよふけて赤時梅雨に我が立ち見れしっていう万葉集105番ですね、うん、ですぐに大津の王子は処刑されるんですね。謀反をね企てたという疑い で、ね、で自害させられるんですね、はい、で大久野姫皇子は西洋の任務をこう解かれて大和に帰るんですが、この時の歌も紹介したんですね、はい、寒風の伊勢の国にも荒ましよ、何しか聞けぬ君も荒の国っていう万葉集163番で、伊勢にいた方が良かったのに、どうしてあなたのいない大和に帰ったのなのかな、あなたはもういないのにっていう風な歌なんですね。うん、悲しい2つの歌を ね、 そうですね、前回紹介していただきました、はい、で万葉集にはこの歌の前にですね、実は持統7年ずっと後 の話なんですが、はい、持統7年の天武天皇の命日9月9日の夜に、持統天皇が、夢の中でね、その歌う歌があるんですけども、はい、先ほどの歌よりもその時代は後なんですが、編集はその前にしてるんですね。でこれが天武天皇が、神風の伊勢で楽しんでおられたと、ああ羨ましいという歌で、いろんな歌の紹介ではですね、解説では
よく意味がわからないというふうな解説が多いんですが、大久野姫巫女はこのそのままもし伊勢にいたら大津の巫女に会えるかもわからないと、しかし大津のいない大和になんで帰ってきたのか、君もいないのにっていう、そういう歌になるんですね。ますます悲しさがねわかる。そうですね、はい、でその後に、その後っていうのはまた持統の夢の前の時代ですね、はい、伊勢行幸するんですけども、持統6年692年3月3日に、決定して6日に伊勢に行くんです、はい、で20日に帰ってくるんです、うん、でこれでまた名張を通るんですけども、うん、で人種の乱から持統天皇の伊勢行幸までを、まあ、話し合ったわけですが、はい、この時にですね、その持統天皇の伊勢行幸の時に事件があったというお話だったんですね。そうです、はい、で、宮の阿蘇の竹千丸がですね、官を辞して農業の邪魔になるんで、まあ、諌めたと、うん、なんでこんな農業で忙しい時に伊勢に行くんやということで、はいはい、やめてくれというふうなことで諌めるんですね、うん、でそれが、まあ、3月3日、昔の暦で愚中暦っていう暦があるんですが、この日は天運とあって、天から恵みがあって、非常に啓示、いいことをやると大吉ということで、まあ、15日間ぐらいはいい日なんですね。うん、この日に天照大神がおられる伊勢神宮に、まあ、藤原の宮にその遷都する報告に行くんです。結局その諌められたけれども、実際暦をちゃんと見てみると農作業には間に合うのに、それを理由に反対してたってことになるっていうお話でしたね。で藤原宮はですね、天武13年にもうすでに測量されてるんですね、はい、でそれで測量して実行して遷都していくという中で、天照大神に報告しないといけないと、はい、で農作は暦で判断され、当時の人は暦で判断してるんですね。暦を理解しないと意味がわからないんです。で旧暦3月28日が暦で穀雨という、日になるんですが、はい、穀物に恵みを雨があって書いてね、穀雨ですね、穀雨ですね、はい、穀物に恵みがある日なんですね。で農作の準備に入るんですが、その前に前から作業あるんですが、この日から大勢の人が必要になるんですね、はいはい、で伊勢行幸から帰り着くのが20日ですから十分間に合うんです。実際間に合うってことだったんですね。そうです、最初から農業の準備を妨げないような計画がされていたと。あ、伊勢行幸の、準備が万端にちゃんと考えられて整われていた。そうですね、準備万端だったんです、はい、でその後ですね、伊勢とか伊賀とか島の人たちには租税を許されたということで、税金を納めるのを許されたということです。なるほど、はい、この租税が許されたっていうのは、まあ、そういう伊勢行幸の負担があって、ね、農作業がもし大変なことがあったらということで、そういう、納める税が許されたと。許された。この三輪の竹千丸っていうのはどうなったんですか。官を辞したようになっているんですけども、はい、702年、そのずっと後ですけども、正月17日にですね、これは持統が亡くなるちょっと前なんですが、はい、ちょうど長門守に任命されて、うん、そこへ出向くんですけども、うん、その後、持統太政天皇が亡くなるのがこの年の12月22日で、その前に長門守に、まあ、任じていて、その長門守に任じられるまでは役を外されてた。多分そうでしょうね。ちょっと左遷されてたというか、歴史の表には出てこなかった。やっぱりそれだけして反対して諌めた、ちょっと罪に問われたというか。そうですね。でその、まあ、長門守の左遷みたいなもんなんですが、はい、その時にですね、
ちょうど三輪山のこの麓におられるんで、三輪が川があるんですけど、そのほとりで集い歌って宴をこのしてるんですけども、万葉集にそれも出てるんですね。おお、この三輪の竹千麿郎が万葉集にも出てくる。ええ、その後にね、はい、でその集いの万葉集がですね、まあ1772番にも、ありましてね、筑紫の国に任じられる時の、 あの歌もありまして、うん、はい、後で活躍してるってことなんですね。そういうことですね。で持統天皇の伊勢行幸の時は三輪の竹千麿は留守役に、ま、回ったんですね、はいはい、関与を辞したのかわからないんですが、あの関を拭っていうことは関与を辞したということと思われるんですが、はい、持統伊勢行幸の留守役にですね、あといるんですけども、その中に大麻の真人麻呂の妻で有名な歌もあるんです、うん、はい、どんな歌ですか。はい、万葉集43番、我が瀬子はいずくゆくらも起きつもの、名張の山を今日かこゆらむという。お、これは名張のとっても有名な万葉集の歌。そうです、何度も聞いたことあります。この歌が実は2箇所使われるんです、あるんです。2箇所に取り上げられるというのはどういうことですか。そのこの全く同じ歌ですね、はい、これがですね、別の人が、うん、滝間の真人前継ぎの妻奥さんが511番でまた全く同じ歌を歌ってるんです。43番は滝間の真人麻呂の妻の歌としてこの歌が収録されていて、511番は滝間の麻呂前継ぎの妻という作者で、うんうん、違う作者で同じ歌が収録されてる。そんなことあるんですか。そうですね、それがですね、万葉集の解説ではですね、編集者がたくさんいて、はい、それで気がつかなかったという説明が多いんですね。あ、そうなんだ。で重なりは十数組あるんですが、はい、編集者が同一ならばこのような無様なことはしなかったという解説があります。でもなんか本当にそうなのと、いうことで何か裏があるんじゃないかなと。裏がある。何かは分からないけれども、ありそうな気がする。ありそうな気がする、うんうん、そうです、うん、でその511の前とその先ほどの、43番のこの前後と、うん、はい、511番の前後にこの何か隠されている秘密がもしあったら、うんうん、キーワードがあったら面白いなと、はい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 、いうことで、で511番の前にはまた筑紫に下る時の歌がありましてですね、はい、沖つもの43のこの歌の、前40番41番42番には柿本人丸の、留守役の時の歌があるんですね、はい、伊勢行幸で留守役の歌が、ありまして、はい、その後に44番は持統天皇伊勢行幸に付き添った磯の神の歌がありまして、はい、宮の竹千丸の持統天皇伊勢行幸のいさめた事件が書かれてるんですね。万葉集には、柿本人丸の歌が、まあ、多くあるんですが、はい、最近の面白い説がありまして、はい、阿蘇の竹千丸と柿の本人丸は同一人物じゃないかなという説もあります。どちらも伊勢行幸は留守役になってどちらも筑紫、に行くんですが、そういう解釈もできそうなんですね。あ、なるほど、そういう裏も読めるわけですね、うん、竹千丸と人丸が同じ人という説があるんですね。はい、まあ、その後ですね、伊勢行幸の後、藤原京に、まあ、地鎮祭をやるんですが、はいはい、この地鎮祭がです、2009年11月に藤原京から発掘された壺がありまして、その中に、我が国初めての不本船が9個とそれから水晶が9個と9と9の数で入っているのを発掘されました。99、お金を入れた、
これはですね、地の神様に土地を買う意味っていう地売権ということを考えられまして、はい、九九は陰陽道でも非常に奇数の最大の数字で、めでたいという意味ですね。なるほど、面白いですね、はいはい、そして持統8年には藤原京遷都があるわけですね。遷都するんです。この年に夏見俳人の、5月中頃には念仏が、本堂内に飾られてその完成していたということで夏見俳人のお話となります。結びつけました。はい、なるほど、この時期だったということですね、はい、万葉集から、伊勢行幸のストーリーが読み解けたということで、うんうん、はい、興味深い名張にも、ね、まつわるお話伺うことができました。はい、ということで、お話は名張歴史読書会会長高見正蔵さんでした。高見さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。